こんにちは、佐藤すみれです。今日は恒例のバースデー購入品紹介をしていきたいと思います。7月のお正月に埼玉の実家に帰ったんですけど、その時にもバースデーに行きました。いつも行っている神奈川の店舗とはちょっと品揃えが違うかなと思って埼玉の店舗にも行ってみたんですけど、ちょうどなんか欲しかった、気になってた商品が再入荷したりとか、いいタイミングだったので欲しかったものも無事に買えました。今回はひなののお洋服がメインです。それでは紹介していきたいと思います。はい、いつもバースデーの中でも私がすごく可愛いなと思っている小鳥というブランドのものから紹介していきます。じゃあ、はい、こちらをまずブラウス、チュニック、トップス、なんて言ったらいいんだろう。この丸襟とこのなんていうんですか、エプロンがもうついているデザインに一目惚れしました。ここにはシュークリーム、ティーパーティー的な刺繍がしてあります。なんかこう素材もふんわりしているので着やすそうだなっていう感じです。ひなのは95のサイズを全て購入しています。続いてこちらも小鳥の商品なんですけど、この水色のギンガムチェックのトップスです。これはここのなんかこうシャーリングっていうの、ここがすごい着やすそうだなと思ったのと、この肩のところにリボンのねレースがついてて、多分着るとここになるんですよね。でこれがすごい可愛いなと思って購入しました。色が白いのでこう水色が似合うだろうなと思って水色にしました。確か2色あった気がします。続いてこちらも小鳥です。花とリボンのトップスです。同じようなレースの中央についてるんですけど、いや、やっぱ春物は可愛いですね。もう色合いが全部好みで、もうこの辺に置いてあるものガサッと全部取りたいぐらいのレベルでした。前は丸いこういう襟になってるんですけど、後ろはこうなってて、ここにはお花やリボンの刺繍がしてあります。いや、洋服作っててわかるんですけど、刺繍って本当に高いんですよ。それなのに刺繍がしてあって2000円いかないって本当にすごいと思います。この辺も全て95のサイズを購入しています。こちらも小鳥です。じゃあセーラーワンピース、これが一番可愛いかも。これは乃木坂みたいな乃木坂の衣装っぽいですよね。この襟の感じとこの色合いがセーラーの清楚ワンピっていう感じ でここにキーポット、今回の春の商品はあれなのかな、お茶会イメージなのかな。こういう刺繍が多いですよね。もう本当に可愛い、早く着せたいです。これで小鳥の商品は終わりです。続いてこちらミラーベイというブランドでこちらを購入しました。これはスカートですね。なんかここのブランドはザラみたいなデザインが多くて、なんて言うんだろうな、大人っぽい、大人が着るような、それこそモノトーンとか白黒、こういうグレージュとか、こういうポコポコした流行ってたお洋服とか、こう大人っぽいデザインが多いです。これもなんか私がスナイデルとかで買いそうなデザインですよね。こう見せパンとしてこの下だけのフリルだけ出して履くのも可愛いし、T シャツとかにこう甘辛ミックス的な感じで履かせるのも可愛いなと思って、なんか万能そうだったのでこれを買いました。こちらもなんと990円。でもう一つミラーベイって買ったんですけど、じゃーん、これもめっちゃ可愛い。このロンティーとこのチュールのワンピースのセットです。だこれの下にこれを履かせても可愛いかなと思いました。これは2色あって、このレースチュールのワンピースが黒のもあったんですけど、これは完売していて、なんか私が最近それこそスナイデルでこういうチュールのピンクのワンピースをセールで買ったので、なんか親子コーデリンクできそうだなと思ってこれ買いました。これもなんかちょっとロンティーの方はいかつさもあって、ただ甘いだけじゃなく着れるかなっていうイメージです。で、ふたふたでこちらのマイメロちゃんのコラボトップス買いました。なんかこう保育園とか幼稚園の着ていけそうななんかこうデザインですよね。なんていうの、スモック的な。これもなんかね、バレンタイン味を感じます。赤とピンクで、なんか赤って私そんなに好きじゃなかったんだけど、子供が生まれてからひなのに結構赤をこう着せることも増えて可愛いなって思うようになりました。結構クリスマスとかバレンタインとかね、冬の時期は赤を着せることが多くなるので、これも2月にね、なんかバレンタインコーデ的な感じで着せられたら可愛いなと思います。でひなのに買ったのはこんな感じなんですけど、リツにもこちらのセットアップで買いました。ペッツのコラボ
猫で、じゃーん、80サイズのトップス。後ろがなんかね、こういろいろシールペタペタステッカー貼ったみたいなデザインで可愛くて、ズボンもね同じのペッツの、多分これ色違いで本当は着るんですけど、ちょっと私はあえて上下こう同じ色のセットで買ってみました。なんか成長が早すぎて、率大きい方なんで今あんまり服買ってないんですよね。すぐ着れなくなるのもあって、だからこれもどうだろう、すぐ着れなくなっちゃうかな。まあ様子見つつ、これからもっともっと通っていきたいなと思います。今回はね、あの実家に帰ってっていうこともあったので、ちょっと少なめではあったんですけど、春物の購入品を紹介していきました。この企画もねだいぶ恒例になってきたので、楽しみに見てくださっている方や参考にしてくださっている方もいると思うので、また春夏やっていきたいなと思います。それでは次回もお楽しみに。